皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2017年公開の、ザ・ベビーシッター。現代、ザ・ベビーシッター。監督はマック・ジー。脚本はブライ・アンダフィールド。主な出演は、サマラ・ウィービング、ジュダ・ルイス、ハナ・メイリー、など。いじめられっ子の少年コールは、セクシーで型破りなベビーシッターの B と過ごす時間が大好きだった。ある晩、自分が寝た後に B が何をしているのか気になったコールは、寝たふりをしてこっそり様子を覗きに行く。B は友人たちを呼んでゲームに興じていたが、事態は思わぬ方向へと進んでいく。というストーリー。ジャンルとしてはホラーコメディーだが、コメディーの比重が高い。冒頭の青春コメディーな展開から突如、思わぬ方向へ。突っ込みどころ満載な展開だが、そもそもそんなことを気にする作品ではない。徹底的に B 級を狙って作られていて、とにかくテンポがいいので何も考えずに一気に見られる。グロ描写が意外と高めだが、怖さや緊迫感は全くなし。ということで、評価は。Thumbs up!